アニメスタジオの回。昔、まだアニメーションがセルアニメから、デジタル彩色導入に向けてバタバタしていた頃。その日は海外発注していた話数が、大量にリテイク、やり直しを出してしまい、翌朝の締め切りまでに何カットも塗り直ししなきゃいけないと、色指定の子に泣きつかれてしまい、自分の仕事が終わって手の空いていた私は、お手伝いするために会社に泊まり込みました。その時ペタペタ色を塗り直していたのは、私を含め5人。ラジオをかけながら作業を進め、あと1カット分の作業で終わりだという時、外はだんだん少し白んできていました。時計を見ると4時半過ぎ。8時に担当の制作進行さんに渡せば撮影に間に合うので、少し休憩しようかと声をかけられ、5人が一斉に、そうですね、と答えると、あれ?という空気に、今、〇〇さんが休憩入ろう、って、言ったんだよね、と皆で彼女の方を向くと、え?三角さんが言ったんじゃないの?と、みんな徹夜で疲れてるんだねーなんて笑いながら、コーヒーでも飲んでもう一頑張りしようか、と言った次の瞬間、突然ラジオがピー、ガガガガガ、と異音を発した。すぐにまたラジオの音楽に戻ったんだけど、そしたら今度は突然ラジオから子供の笑い声。同時に部屋の奥のアニメカラー保管棚が一斉に倒れました。当然悲鳴を上げる私たち。すると窓ガラスがビシビシ音を立てて揺れ始め、遊ぼう。と、徹夜の眠気なんて吹っ飛んで、部屋から悲鳴を上げて逃げ出す私たち。別室で仮眠を取ってた演出さんに、何?どうした?と言われ、事情を説明して、さらに別室で作業をしていた動画マンさんと、作画監督に部屋の中を見てもらうと、そこは倒れたはずの棚も倒れておらず、何個かのアニメカラーが転がってるだけでした。あれは一体何だったのでしょうか?先ほど話した撮影スタジオでの徹夜作業中のこと。そこのスタジオはもともと、作業中に黒い影を目撃したとか、猫や子供を見たとか、声を聞いたとか、そういう話をよく聞くスタジオでした。でも、アニメの撮影なんて遅番と早番に分かれて、24時間フル回転の職場なので、どうせ徹夜杯や、過労杯で幻覚見たり、幻聴聞いたりしてるんだろ。みたいに社員はみんな納得していました。で、その時も某アニメ映画の撮影の手伝いで、初号に間に合わねえ、と言いながら、みんなでヒーヒー言いつつ暗い部屋で撮影してました。眠い目をこすりながら、丁寧にエアーでホコリを除去して一枚、一コマ撮影をする。呪文のように撮影指示表を読み上げる撮影助手。セルの擦れる音とシャッターオンの向こうでかすかに聞こえる FM ラジオ。長時間の立ち仕事の疲労も相まってある種のトランス状態になっていたのかもしれません。千と千尋の丸隠しの、八百万の神様たちが日暮れに、湯宿に集まってくる時の描写のように、黒い半透明の影が壁から、天井から、床から、スーッと湧き出てきました。決して広くはないその撮影室に、虫ほどに小さな影からチェホンマン並みに大きな影まで、たくさんの影が声にならない声を発しながら次々と湧いてきます。たまらず私が、〇〇さん、私、ちょっと疲れてきたみたいです。幻覚と幻聴やばいです。お腹すきました。休みませんか?そう声をかけると、奇遇だな、俺もだ。と〇〇さんは答え、他の撮影台の人たちも、こっちも休むか。おい、幻覚やばいから足元だけ見て部屋出るぞ。ゆっくり静かに歩け。と言い出しました。影が増えるにつれて部屋はどんどん寒くなるし、変な声はどんどん大きくなって視界は歪むし、空気はバタークリームみたいにまとわりついて重い。寒いのに汗だらだらかきながら、落ち着いて静かに進め。という〇〇さんに従って、みんながくぐるで出口へ向かっていたところ、バーン。突如勢いよくドアが開いて、差し入れを持ってきたぞ。そこにはニッコニコの社長の姿が。で、次の瞬間、いきなり社長のニコニコ顔が鬼のような表情になって、仕事の邪魔してんじゃねえ。と、
部屋の中に響き渡る低い声で一括。パリーン、と、ガラスの割れたような音とともに、黒い影たちは一気に消えてなくなりました。途端に、いつの間にやら聞こえなくなっていたラジオの音は鮮明に聞こえ出し、震えるほどの寒さもなくなりました。何が一番怖かったって、普段ニコニコした顔しか見たことのない社長の鬼のような表情が、一番怖かったです。記憶の中の子供たち。私は子供の頃雷に打たれたことがあります。左腕と両足に火傷を負いましたが、幸いにも大火傷ではなく、現在は左腕と左足の指先にかすかに火傷の跡が残っているくらいに回復しました。よく雷に打たれた人が不思議な力を持つようになったとか、特別な能力に目覚めたとか、そういう話を聞きますが、残念ながら私には、そういう覚醒みたいなことはありませんでした。ですが、不思議な経験をしたことが一度だけあります。それは雷に打たれて、病院に運ばれた時の話です。私は救急車で病院に運ばれたらしいのですが、病院に運ばれるまで、意識が全くなかったらしいのです。ですがなぜかその時の記憶が鮮明に今でも残っているんです。近所のおばさんが気絶している私を見つけ駆け寄ってきた時、裸足だったこと。知らせを聞いて駆けつけた母親が、なぜか手拭いをいっぱい抱えていたこと。救急車に乗っていた隊員の人の顔や、救急車の中の様子。病院で慌ただしく動いていた看護婦さん。真剣な顔で顔を覗き込んでいたお医者さん。などなど、なんだかテレビで見ているような感じで、すごく客観的に見ているような感覚で、その時の様子が記憶に残っているんです。その時見えていたことを母親に後で聞いてみると、なぜか全部当たっていたんです。私としては、半分はリアルな夢を見ていたことを、そのように感じてしまっていたという気持ちがあり、半分は変な話ですが、当然のことのような変な確信みたいなものがありました。ここまでは、臨死体験みたいな、幽体離脱みたいなことがあったのかなと思っているのですが、本当に不思議なのはここからなんです。その意識を失っている時に見ていたものの中に、現実にはいなかった人が見えていた記憶があるんです。うまく説明できませんが、救急車に乗せられるまでに私のそばにいた人というのは、私の母親、近所のおばさん、その家の息子さん、救急車を呼んでくれた、通りがかりで心配して車から降りてきた近所のお兄さん、の4人しかいなかったはずなのですが、私の記憶の中では、その4人以外に、あと数人誰かいたような気がするんです。なぜかそこの記憶だけ曖昧なんですが、その時の私と同じ年頃の子供が3人か4人、もしかするともっといたかもしれないし、1人しかいなかったかもしれない。ごめんなさい、思い出そうとすると、余計曖昧になってしまって。その彼、彼女らが、救急車が来るまで、私の体を一生懸命さすっているんです。額のあたりを撫でていたり、胸のあたりをぐるぐる手のひらでさすったり、やけどしていたところにじっと手を当てていたり、とても温かいようなほっとするような、気持ちのいい感じでした。その時は、なんでそんなことをしてるんだろう、とは思いましたが、なんだか必死な感じがしたので、助けようとしてくれてるんだろうかとか、そういう風に思っていたのですが、後で母親にそのことを話すと、そんな子はいなかったし、下手に動かすといけないからと、誰もさすったりなんかしてなかったそうです。ただ、うちの近所には、昔火事で亡くなった兄弟がいて、その家の前には今でも、5体のお地蔵さんが祀られているんです。そこのおばちゃんが怪我で入院した時に、数日そのお地蔵さんにお花とお菓子をお供えするのを手伝ったことがあって、私の母が言うには、その子たちがお礼に命を助けてくれたのかもねと、そういうことなんじゃないのと言っていました。今は地元を離れて東京の方に出てきていますが、たまに実家に帰った時は、簡単ながらお花をお供えして、その時のお礼を言うようにしています。病院の夜間警備。
昔、病院の夜間警備のバイトをしていた時の話。二人制で、交代しつつ仮眠を取っていた午前2時。専用仮眠室は用意されていなかったため、人がいる棟とは、別棟の一部屋を使用していた。その棟の地下には霊安室があり、多少気味悪かったが、もうかなり慣れていた頃にことが起きた。仮眠は仮眠であり、それほど深くは寝つけなかったが、私はある夢を見た。それは、私が階段を張って登る夢だった。ずるりずるりと、言うことを聞かない体をくねらせて階段を登る夢。私は夢の中でぼんやりと、ここだ、と思う部屋を目指す。見たことのある部屋。今、私が仮眠を取っているはずの部屋。私はその瞬間に目を覚まし、汗でびっしょりと濡れた額を拭った。本当に意識のある夢だった。気持ちの悪い夢を見たなぁ、と、声にせずに言った。一時も早く人のいる場所へ戻りたいと願った。が、その日は妙に疲れていたのか、私は自分でも気がつかないうちにまた眠りについた。そして、ドーンという鉄の扉が閉まる音で目が覚めた。一瞬何が何かわからなかった。寝転んでいるはずの背中の感触はなく、重力は紛れもなく私の両足にかかっている。真っ暗な場所。灯る二つのおぼろげな光。私は霊安室にいた。先の音は、自分で扉を閉めた音らしい。目の前のベッドには、ご遺体が一人眠っている。どうやら私は、呼ばれたんだ。ほとんど取り乱して、私は人のいる棟へと逃げ帰った。後から聞くと、病気で両足をなくした方がその晩に亡くなっていたとのこと。だから張って私を呼びに来たのだ。幽霊の声。1978年のことです。京都祇園、八坂神社や祇園院など、有名な神社仏閣がたくさんあります。東山三条に今も住む八田というやつが、高校時代その中の一つのお寺に隣接する墓地に、友人と一緒にカセットレコーダーを持って、肝試しを兼ねて幽霊探査という名のもとで、収録に行こうということになりました。一番幽霊が出やすいと言われる夜中の2時に、3人で出向きました。レコーダーを持ったのが八田でした。怖さもあったので、3人はなんやかんやと話しながら墓地を歩きました。レコーダーは回っています。結局何も見たりはできなかったのですが、何も出へんなぁ、と八田が言ったその時です。こらぁ、と大声が響きました。現れたのはお寺の坊さんでした。やばい、と八田は思ったそうです。何をしとるか、と一喝され、その剣幕に驚いた3人は立ちすくみました。実は、幽霊の声の録音を、うんぬんと事情を説明すると坊さんは、そんなもん、おるわけないやろ、このバカ者、夜中に勝手に墓地で遊ぶな、と、こっぴどく叱られたそうです。しょげて、驚いて、気落ちして3人は八田の家に帰りました。やっぱ、やばいよなぁ、とかなんとか話したようです。ふと、八田はテープを巻き戻し再生してみました。虫の声や3人の会話が録音されています。そして、坊さんの声が入る頃、何も録音されていません。ただ合間を置いて、僕たち、幽霊の声でも録音しようと、合間があって、すみません、と、自分たちの声しか録音されてないのです。坊さんの声が全くないのです。散々に叱ってくれたあの坊さんは、誰なんだろうと八田は言っていました。そのテープを聞かせてもらいましたが、坊さんの声に当たる部分には虫の声しか入っていませんでした。その坊さんが幽霊？だとすると、いろいろややこしい話です。家族の絵。友人が結婚して、妊娠してすぐに旦那さんが亡くなってしまった。友人はかなり塞ぎ込んでしまい、
精神的な負担が原因か赤ちゃんも流れてしまった。立ち直るまでにかなり時間がかかったけど、なんとか元気を取り戻し、その間ずっと支えてた私と共通の男友達と再婚した。その息子が今年3歳になったのだが、幼稚園で家族の絵を描いた時、お母さん、お父さん、息子の横に、もう一人お父さんとお姉ちゃんの、計5人を描いてきた。友人は亡くなった旦那さんのことなんて息子に話したこともないし、もちろん、前に妊娠した赤ちゃんのことも、息子は知らないはず。それなのにそんな絵を描いてきた息子はさらに、バツバツくんにはお父さんが二人いるんだよ。小さい時、お姉ちゃんが遊んでくれたんだ。という話までしたらしい。友人夫婦は二人してボロボロ泣いて、息子に心配されたそうだ。絵は立派な額に入って、友人宅のお仏壇の部屋に飾ってある。